三管楽器金老元、うん、もう一つは若い人たちが、うん、あるいは女性が入ってまとめ上げた、うん、これが素晴らしいっていう国は。なるほど、うん、で今まではほら偉い人がっていうかコンサルタントに出したり、ね、役場の専門的な人たちが作って、うん、はい、うん、市が作りましたから、うん、市民の皆さんこれやってくださいって言ったってダメなのよ、うん、なるほど。人柄ね、今日ちょっとどういうことかっていうとね、これね、絵付き今日は人ってのはいきなり動かないのよ、うんうん、人ってのは誰もそうだけど、我々例えば行政がなんか、はい、こういう制度作りましたから、いや市民の皆さんやってくださいねって言ったって動かないの、うんうん、どうしたら動くかってのまずさ自分たちがお互いに学ぶわけよ、ね、なるほど。じゃあ地域のさ例えばゴミの集積良くないからどうしたらいい話をする、ね、私しっかり出してるのあの人が悪いのよ変な出し方するからとかね、うんうん、じゃあ あの人も一緒に仲間に入ってもらってやりましょうよとか言って学ぶわけ。で気づいて最後共感までしないと、じゃあみんなでこれやろう、じゃあみんなでルール決めたらそうやろうねって言って初めて支援しっていうのはあのじゃあこう私はこうできるよって、うん、行政はこうしてねとか、で私たちはこういうルールでやるから、でうまくいくとさ、その一生懸命やった人がさ、あの今まで文句言われたけど、うまくいくと、ありがとうねって言うと、いや、俺がやったわけじゃない、気持ちよくなるでしょ。共感っていいですよね。じゃ共感がないとね、共感がないと前へ行かないの。ここまでだから学んで気づいて、共感をして初めて行動に結びつくということなんですよね。なるほど。で、その、この。